世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン115パウンド大阪ペイケン所属世界ジュニアバンタム級第1位112パウンド4分の今ゴングが鳴りました。15回の長い戦いの第1ラウンドが始まりました。とにかく気負わず冷静にやりたい、しかし早い回から攻撃に出るつもりという渡辺、チャンピオンの渡辺がサウスポースタイル、挑戦者はいかにも上背がありリーチがあります。渡辺をはるかに上回ります。そのリーチをどのように生かしますか。カナダからはるばるやってまいりました挑戦者のチャベス。この第1ラウンドは最も注目されるラウンドであります。どのような動きを見せるか、まずじっくり見ましょう。挑戦者がボディーブローを打ちました。しかしチャンピオン軽くこれをかわしております。チャンピオンがじりじりと追いながらリングの中央に戻ります。この第1ラウンドで原田さん、はい、両選手のスピードあるいはフットワーク、はい、こういうものは大体わかると思うんですがね、思ったらですね、はい、チャベス選手ですね、もっと僕硬くなったと思ったんですけどもね、そうでもないですね。でも渡辺君もですね、この1回目カーンと決めちゃったね、はい、面白いんですけどねと思ったんですけどね、はい、渡辺は長いボディーブローを打ちました。非常にガードを高くしております挑戦者のチャベス。小林さん、はい、体が非常に細いですから、はい、やはりチャンピオンとしてはなかなかその打つ場所が少なくて難しい選手ですね。それとね、動きがやっぱりありますからね、それはやっぱり怖いですよね。それと長い右を左をですね、いかに渡る君がかいくぐるかということですよね。まあ、小林さんはパナマのアマヤ選手と日本人として初めて世界タイトルマッチをやりましたが、はい、パナマの選手の特色というのはどういうところなんですか。そうですね、非常にリズム感なボクシングがありますね、はい、それとどこからでもその手が出るというボクシングですかね。結局攻守の切り替えが早いというところですから、思い切った右のフック、これは空振り、チャンピオン。第1ラウンド2分を経過しました。挑戦者が果たして出てくるのか、それともフットワークを使ってかわすのか。このラウンドはしかし、攻めてきたりあるいはかわしてみたり、なかなかいい、そうですね、来ないと、はい、来ないと思うと自分から入ってきますからね、はい、で相手が来るところにカウンターですね、チャンピオンの入り球、右のアッパーを打ちました挑戦者のチャベス。これがあれですね、危険ですね。この右アッパーはちょっと怖いですよ。渡辺はあんまり強気で前に出ていかない方がいいかもしれませんね。ちょっとパンチも大きいような気がしますね。そうですね、ちょっと肩に力が入っている感じがしますね。挑戦者のチャベスが下がりながらうまくチャンピオンを誘っております。リングの中央、緊迫の第1ラウンド、左のフック、これは空振り。挑戦者左のストレート、顔面を捉えた、細い顎を捉えました。チャンピオンの渡辺、強いパンチを打った。1ラウンドからさあ出るか、クリンチに逃れます、クリンチに逃れます。ここで第1ラウンドありました、左のクリンチとチャンピオンの渡辺。しかしこのラウンド原田さんは10対10、小林さんは10対10でチャンピオンが取りました。比較をご覧いただきますが、身長で、チャンピオンが 7.7 センチを取りまして、またリーチでも 6.5 センチを取りますが、ウエイトで今朝10時の計量1回で両選手パスをいたしました。ちょっとびっくりしたのは挑戦者のチャベスであります。120、12ポンド4分の3、これは驚きましたね。原田さん、どういうふうに見ますか。そうですね、緊張してて落としすぎたのかも分かりませんけども、でも僕はそうでもないと思いますね。やっぱり自分のベストじゃないですか。小林さん、はい、このフライ級のリミットよりもわずかに上というですね、はい、ウエイトで、パスをしたわけですが、挑戦者、はい、これはですね、どうなんでしょうね、本来のウエイトなのか、それで落としすぎたのか、聞くところによるとね、やはりこれでやる試合してるらしいですね、このくらいでね、ですから、そのウエイトの心配というのはないんじゃないですか。さあ、チャンピオンが右側、左側、攻勢に出ます。しかしうまくアッパーを打ちました挑戦者。チャンピオンが強気に出ます。レフリーがロープによって転がりまして、思わず失笑を取りました。第2ラウンド
ピオンが28歳、一方の挑戦者が24歳。2年前にパナマのペドロソからタイトルを奪いましたチャンピオンの渡辺二郎、そのタイトルを母国に持って帰る、もともとパナマのものだ、強気の宣言をいたしました挑戦者のチャベス。ミナッパーカット顔面を捉えました。どうやら原田さん、はい、両選手打ち合いをそうな気配の第4ですね。やはり入るときですね、うかつに左が下がりますと右アッパーきますからね、怖いですね今ね、はい、非常にいい位置があります挑戦者のチャベス。ワンツーをしました渡辺。チャンピオンの強打決まっております。今の渡辺選手の右のショートフック良かったんじゃないですか小林さん。そうですね、一応後ろしましたからねチャベスね、この後ちょっとねチャベスも非常にクリンチしてうまかったですよ。これで挑戦者の方もやはり強打を当てられると迂闊に入れないということになってくるわけですか。そうですね、そうですね。第2ラウンドもまもなくあと50秒というところ、逆に強打を返しました。これは空振り、挑戦者空振り、渡辺は体ごといったボディーブロー、強いパンチの応酬という格好になってまいりました。第2ラウンド WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、渡辺二郎6度目の防衛戦であります。右のストレート、タイミングがちょっと合いません挑戦者のチャベス。今度は渡辺の左ボディーを打ちました渡辺、足を止めようという計算か、あまりフットワークを使いませんチャンピオン、しかしいいタイミングの小気味のいいパンチをクリアしております。第2ラウンドもほとんど時間がなくなりました。第2ラウンドここで終わりました。このラウンドの採点は原田さんが10対9と渡辺、小林さんも10対9と渡辺であります。渡辺の攻撃をご覧いただきます。この後の右フックです。一瞬思わず腰を落としました挑戦者の世界一チャベス。チャンピオンの渡辺は原田さん、今日はいいようですね。はい、そうですね、右ですね、もう少しいつもだと右のアッパーフックダブるんですけどね、はい、ちょっとまだ力が入って僕は感じ受けんですけどね。なるほど、さてそのあたり、両コーナーはどうでしょうか。今日は赤コーナーのチャンピオンサイドに読売テレビの一丁田アナウンサー、青コーナーサイドに、日本テレビの芦田アナウンサーに行ってもらっておりますが、まず一丁田さん、はい、どうですチャンピオンサイド。そうですね、まずですねチャンピオンは今回はこれはプライベートでも試合ができたなというぐらい本当に減量がうまくいったんですね、はい、そういった意味で本当に絶好調で臨んでいるんですけども、今このセコンド陣も大変いいスタートを切って満足そうな表情です。そして出ている指示がやはり距離とそれからリズム、この2つを非常に大切にしろと、それからチャンスを迎えても攻撃するな、抑えろ抑えろといった指示を出してますね。挑戦者が強気で出てまいりましたが、さあどうでしょうか青コーナーの足田さん。はい、青コーナーです。先ほどウェイトが非常に低いという話がありましたけれどもね、挑戦者もそのあたりを気にしたんでしょうか。今日は計量の後の食事で、フィレステーキを2切れ注文したんですね、ところがやはり口に入ったのは1切れだけ、あまり食べられなかった。そうなんですね。で、現在のところはですね、やはりもっと左を使えということを盛んにオルテガトレーナーが言ってるようです。なるほど、どうですか、盛んにアッパーを出してるんですが、まだ決まってないようですけども。そうですね、ジロー君がですね、チャンピオンがですね、大きなあれしませんね、パンチ吹きませんと思いますけどね、だからいいですよね。当てました。顎を捉えました。しかしこれは単発。まだコンビネーションは出ておりません。本当にこの試合、両選手ともパンチもありそうだし、何が起きるかちょっと分かりませんね。渡辺攻撃。挑戦者が今度は落ちました。ロープ際に落ちました。挑戦者。思い切った長いパンチを打ちます。リーチを生かして思い切ったパンチを打ちます挑戦者のチャベス。チャンピオンの渡辺二郎がオッテモン大学の英文科を卒業した大学卒業のボクサーでありますが、一方のこの挑戦者のチャベスは国立パナマ大学体育学部の2年生というやはりエリートボクサーであります。こういうしかし大学卒と大学中の選手と対戦というのは珍しいですね。そうですね。
第1ラウンド、第1ラウンドははっきりと渡辺が取りました。このラウンドも足を止めての打ち合い、うまく体でリズムを取っております。挑戦者が出てきました、出てきました。長いパンチ、うん、ワンツー、挑戦者のワンツー。緊迫の第3ラウンドが終わりました。このラウンド原田さんの採点は10対10、小林さんは10対9と、逆に今度はチャベスが取っております。その攻撃をちょっとスロービデオでご覧ください。よく伸びます、右のストレート、うん、やはりあのストレートが原田さん、はい、伸びた時というのはこのチャベスやっぱり弱いですね。そうですね、でも今のはあれ伸びてる感じだと思うんで、それで効いてないと思いますけどね、やはりあのストレートはやっぱり怖いですね。あのストレート打ってからチャベス選手のね、だから相手が入ってくるところの右アッパーですね、はい、これも怖いですね、この挑戦者のチャベス選手はパナマ生まれの24歳であります、体の6カ所に入れ墨があります。特にあの左の胸に、あるいはアップで、後ほどご覧いただけるかと思いますが、ナザレノのキリストという守り神を取り込んであります。大学2年生、このチャベスが第4ラウンド、しかしこの長い15ラウンドの勝負、今日は第1ラウンドから両者ともに激しい打撃戦を展開しております。渡辺攻めていきました。両者ともにひげを伸ばしております。身長が1メーター73センチ近い長身のチャベス、一方渡辺は1メーター65センチ、身長差リーチ差ともありまして、チャンピオンの渡辺にとりましては今までの挑戦者の中で最も背の高いリーチのある選手であります。まあ、チャンピオンの渡辺も日本人としては171センチという長いリーチをしているんでありますが、それを上回るチャベス。試合は第4ラウンド、今日は1万4500人と発表されました大阪城ホール、チャンピオン渡辺の6度目の防衛戦。ワンツー、早いワンツーですが、これはうまく、チャンピオンの渡辺、渡辺の原田さん、はい、ここまでのボクシングはどうですか。ちょっと僕ですね、はい、ちょっと体に力が入っているような気もするんですよね。力が入っている、はい、力みすぎです、ちょっと力みすぎてるような感じですね。もっとですね、素直にですね、楽にアッパーフック、ストレート打てばね、結構いい結果出ますね。なるほど、やはり調子がいいって時はね、思い切ってこう打ってやろうって気持ちがこれマイナス出る場合多いんですよね。小林さん、はい、挑戦者のチャベスはどうです。いや、チャベスはですね、彼本来のボクシングやってると思うんですよ。やってますか、はい、おっと、特にあのチャベスで目立つところはどういうところですか。今打ったアッパーですね、はい、それとあの右のストレートですか、それとあの自分の距離でよくね、あのパンチを出してますよね。渡辺としてはやはり距離の取り方が原田さん一番難しい。チャンピオンのミンチです。長いアッパーです。チャンピオンが飛び込んだ。右のアッパー、ショートアッパーですが、これはもう強くありません。挑戦者、ここでゴング、ここでゴングであります。ゴング、終了間際、ポイントを取りました、チャンピオンの渡辺二郎です。1300人と訂正されました。これは大阪の会場でのもちろん新記録であります。チャンピオンの渡辺二郎、6度目の防衛戦、挑戦者のチャベス、早くも立ち上がっております。ゴングが、すでになりましたが、ワセリンを取ったんですね。レフリーのワーナーさんがワセリンを取りまして、第5ラウンド始まりました。これまで、日本には22人の世界チャンピオンが生まれておりまして、チャンピオンの渡辺二郎選手は21人目、そして22人目が小林浩二選手、一方のパナマにも今現役の世界チャンピオンが2人、エウゾビオ・ペドラサ選手、フェザー級と、そしてジュニアミドル級のロベルト・デュラン選手であります。そしてこれまで15人の世界チャンピオンが生まれておりますが、果たしてこのリング上のチャベスが16人目になれるかどうか。
今晩のチャンピオンのファイトマネーが3500万円、一方の挑戦者は指名試合1位ということで1250万円と聞いております。第5ラウンド、今日のチャンピオンの渡辺はあまり大きなフットワークを使っておりません。どちらかというとチャンピオンの渡辺はボクサータイプの選手でありますが、今日は相手が非常によく動くので逆に足を止めてチャンスを狙っている感じであります。リングの中央、現在までのポイントでは放送席ではわずかにチャンピオンがリードしております。海のアッパー、早いアッパーを打ちました。挑戦者チャベス、この辺りが要注意であります。今度は右のストレートから来ました。サウスポーに対する有効打、右のストレートから来ました。挑戦者のチャベス、リングの中央です。体を上体を振りながらチャンスを伺います。金髪の間合い、長いパンチを打ちます。チャンピオンはあるいはカウンターを狙っているのか、右のアッパーを打ちました。挑戦者渡辺が、小林さん、はい、あまり手を出しませんね。そうですね、まあ、今回は俺出したんですけどもね、一発を狙ってるんでしょうか。そう、そういったことをね、思っちゃいけないですよね。スムーズにパンチを出さなきゃいけないですよね。手数ですよね。今のチャベスの方がですね、はい、このラウンドはですね、よく見てですね、はい、パンチを出してますね。それによくあの左のリードブローが出てますね。そうですね、チャンピオンの右のリードブローがあまり出ません。あるいは狙っているのか。第5ラウンド、こういうチャンスをですね、はい、チャベスみたいなチャンス、選手をですね、調子のっけの怖いですからね、まだやっぱり痛みつけとかないと怖いですよ、それとですね、もう少しやっぱり足を狙う止めるためにもですね、はい、もう少しストレートでボディに打ったらいいんじゃないかと思いますよ。それはあの渡辺が、渡辺のストレート、はい、そうです、そうです、はい、チャベスのですね、こういう高い選手はやっぱり胸元止めですからね、思い切って胸ぐらい打ったといいですね。インサイドに入っての打ち合いです。また離れました。日本製の6オンスグローブをつけた両選手、第6ラウンドはありました、第5ラウンドはあります。このラウンド10対9と原田さんはキャベツが取っております。小林さんは10対10のイーブンです。あ、これは昨年6月のラミレス戦で大きくカットした脳を昨年の11月に手術をして細かく縫い合わせまして、まあ、ほとんど問題ない、心配ない、昨日の記者会見でも言っておりました。チャンピオンの渡辺二郎選手、またワセリンを塗りすぎましてレフリーに拭われました。あ、こちらもそうですね、レフリーのワーナーさんが両者のワセリンを拭い取りまして、さあ戦闘開始、第6ラウンドに入りました。チャベス の左のリードパンチが、長く何度も伸びるようであると、この渡辺の右のまぶたが心配です。そうですね、ちょっと左が出てきます、怖いですよ。高尾さん、はい、この傷なんですけども、セコンドについてる上小泉さんは全く心配いらないというふうに言ってます。そうですか、はい、それからですね、吉井会長はですね、リズムは今のままでいいんだけれども、やはり右のリードパンチがちょっと足りないなと、その辺を出すようにという指示を出してます。あ、ボディストレート、渡辺のボディストレート、原田さんがおっしゃった通り、はい、あの左がいいんですかね。そうですね、あれを狙ってきますとね、だん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 ガードも下がります。いいですよ。それから今会長が言ったように、やっぱりあれですね、右のリード分はちょっと僕は足んないと思うんですよ、いつもと違ってね。これね、やっぱりオーソドックスの選手、左のパンチがね、当たりやすいんですよね。ですからそれを狙っちゃうような気がするんですよね、僕はね。渡辺君が、渡辺の右のストレート、今度は顎を捉えました。しかし本当に怖いような厳しい目つきで挑戦者のチャベスがチャンスを伺っているというのは非常に不気味な感じもします。このタイトルマッチ、放送席の高尾さん、はい、青コーナーですかね。挑戦者陣営はこの第6ラウンドを乗り切れば、勝負の流れは全てこちらに傾いてくると試合前に言ってましたね。あ、そうですか、はい、第6ラウンドが一つの目処ということですね。さあ、そのラウンドをチャベスがどういうふうに運ぶか。しかしこのラウンドはチャンピオンもなかなか、また左が攻撃をしているようです。1ラウンドから3ラウンドまでは激しい打ち合いでした。そして、4、5、6と、あっと、右のストレート、ストレート、長いパンチ、今度は左のフック、危ないチャンピオン、長いパンチが飛んできます。槍のようです。怖いですね。
上がって右のストレート。これはちょっといけないセクチャーね、渡辺君ね。また挑戦者が出てきました。今度は挑戦者が出てきました。長いパンチ。これはやはり距離が悪いんですか、原田さん。距離悪いですね。それからですね、打った後ですね、いつも渡辺君が外出るんですけどね、なんか今日まっすぐいるような感じがしますね。渡辺の右のアッパーカット、クリーンヒットしました。顎を捉えましたがフォローがありません。ボディーブロー、そして右ヒット。こういう攻撃はいいですね。そうですね、今ちょっと言いました、目の上がちょっと切れたような感じが受けますね。渡辺ですか、ちょっとこちらから後ろ向きで分かりませんが、おっと、わずかに出血しましたね。ちょっと出血しました。さあ、このラウンドは1対10、ほぼ互角であります。さて、それでは前のラウンドの挑戦者の攻撃であります。第6ラウンドの終わりにちょっと右のまぶたをカットしましたチャンピオンの渡辺二郎。そのあたりがこの試合の流れをどういうふうに変えますか、心配なところであります。試合は第7ラウンドに入りました。チャベスとしては小林さん、はい、当然左のストレートで傷抜きを狙ってくると思うんですけれどもね、渡辺君ちょっとやっぱり頭を振るからですね、した方がいいんじゃないですかね。小さく動いた方がね、頭を、はい、なるほど、状態はあまり振ってないわけですね。そうですね、チャンピオンの渡辺は少しリズムを取り戻したような感じですね。ここやでやっぱりですね、大きく痛めつけとかないと怖いですね。このあたりでね、ちょっと青コーナーのチーフセコンドが前へとデロデロという感じのジェスチャーをしております。今度は横に体を振れというようなジェスチャーをしております。挑戦者のチャベス、それをちらっと見やりました。渡辺がちょっとチャベスの距離で戦っている感じであります。これまでパナマと日本は21度世界タイトルマッチをやっております。日本国内でやっておりますが、その戦績が1勝1敗1引き分けと全くの五分。今日が22戦目、112ポンド4分の3というウェイトで、あるいは減量の失敗かと思いましたが、しかし全くそんな気配はありません。挑戦者のチャベス、おっと、どっからでも手が出ます。どっからでも手が出ます。本当に上背もあるんですが、足も非常に長くて、特にボディは攻めにくい選手ですね。そうですね、非常に懐が深いですからね、はい、だから体を揺すってですね、入った方がいいんですけどね。ちょっとなんか今日は先ほど小林さん言ったんですけど、ウィングの使い方がないですね、はい、ただ渡辺としてはあまり焦ってはいけませんね。左のストレートを捉えました、はい、渡辺がやはりあんまり焦って前へ前へって誘い込まれると逆にカウンターを組みますね。これはもうチャベスのペースになりますからね。いかにこの試合は距離の取り方が難しいかということですね。チャベス選手もいいね、はい、やっぱりよく見てね、自分のペースで進んでると思いますよ今ここまではね。チャンピオンの渡辺がこのチャベスのガードをどのように崩しますか。なかなか勇気のある挑戦者、さすが世界1位であります。ボディアッパーをしました。攻撃です、挑戦者の攻撃。チャンピオンが足を使って回り込む。ここでゴングです。第7ラウンドありました。このラウンドは10対10、ほぼ互角であります。チャンピオンだいぶ苦しめてますよね。こちら側がチャンピオンの渡辺二郎です。プロ入り16戦目で世界チャンピオンになりまして、今晩が22戦目、20勝、そして 14KO 勝ち1敗という成績であります。今晩が渡辺にとりましては8度目の世界戦。世界タイトルマッチのキャリアは十分であります。一方の挑戦者のチャベスは初挑戦、しかも初の海外での試合。しかし海外での試合にしては非常に伸び伸びと思い切ったボクシングを展開している感じがいたします。その挑戦者のチャベスがまた前に出てまいりました。放送席高尾さん、はい、挑戦者サイドはね、このままでは絶対に勝てない、もっと先手を取ってどんどん攻めていけということをしきりに言ってますね。なるほど、
そのあたりは小林さん、はい、やはりあの敵地での戦いということなんでしょうね。そうですね、そういったことを意識していると思いますね。でも逆にあのチャベス選手が打ってきてくれた方のですね、はい、渡辺君としてもチャンスが多いんじゃないですか。カウンターが取れる、はい、入ってくるところはチャベス選手左下がりますからね、あの渡辺君の右フック引っ掛けるとねいいと思うんですけどね、なかなか今日はちょっと右の先ほどからね、はい、会長に向かって右のあれが少ないですね、いいところがね。そのチャベス選手は日本にやってきた時に、まあ、日本は非常にその何事にもテンポが速くてなかなかそのついていけないと言っておりましたが、その言葉とは裏腹にリング上ではなかなかやはりスピードがありますね。そうですね、やはりあの足が問題になってくるんじゃないですかね。ちょっとチャベスの動きが鈍くなりましたか。第8ラウンド左のストレート、チャンピオンの左のショートストレート、顎を捉えました。あまり積極的な攻撃はこのラウンドしません。挑戦者のチャベス、あるいはスタミナの配分か。チャンピオンの挑戦者のチャベスはこれまで、17戦しておりますが9ラウンド以上の試合を戦ったことがありません。現在12連続 KO 勝ち、最高で9ラウンドであります。第8ラウンド2分を経過しました。チャンピオンの右の目尻がまたうっすらと切れました。挑戦者の右ラッパインサイドでの打ち合いをするか。チャンピオンの渡辺、左のストレート、右のフック、さあコーナーに詰めた、コーナーに詰めた、渡辺のコンビネーションが当たりました。ここは攻めていきたいところです。そうですね、チャンピオンの渡辺、ね、チャンス、コーナーに詰まりました。これを体をかわしました挑戦者のチャベス。おボディのアッパーを打ちました。一発アッパーを返しました。あまりしかしこのラウンドのチャベスのパンチには力がないようです。あまり力を感じられません。左のストレート、チャンピオン、ね、ちょっと動きが止まった感じの挑戦者のチャベス。第8ラウンドがありました。このラウンドは渡辺が取っておりますですが、第8ラウンド終盤の渡辺の攻撃、この、 あのラウンド終了間際の攻撃のうまさというのはさすがにやはり歴戦のチャンピオンですね。うまいですね、これでやっぱりしっかりとねポイント稼ぎますからね。はい、すでに挑戦者は立ち上がっておりますが、チャンピオンが今ゴングが鳴りまして出てまいりました。それにしてもあの小林さん、はい、ちょっと私気になるのはこの挑戦者のチャベスが前のラウンド少し動きが止まった感じがありました。そうですね、でもねよくあの見て打ってますよ。そうですか、外してますよねパンチをね。ちょっと右のストレート怖いですねこれのね。挑戦者の距離になるかチャンピオンの距離になるか、まさに距離の取り合いの今晩のタイトルマッチ。やはりあのパンチ力では原田さん、はい、渡辺ですかね。これもやっぱりチャンピオンじゃないですかね。はい、はい、左、チャンピオンの左足を使って回り込んだ挑戦者。このチャベス選手もですね、はい、非常にあのパンチがあってもそのパンチを思い切ってなんか食わないような感じを受けますよね。その逃げ方っていうかね、そのパンチの殺し方がうまいんですよね。パンチの殺し方、はい、特にあの顎に打たれたパンチなんかの殺し方ですか。そうですね、あの非常にあの見た目は派手ですけど流してますからね、はい、まあ本当にあの上背もありますし顎を見ると非常に細くてね、打たれてもろそうな感じがありますけどね。やはりあの、まともに食ってたらやっぱりね、渡辺君チャンピオンのパンチ強いですからね。サウスポースタイルのチャンピオンの渡辺二郎、オーソドックススタイルの挑戦者のキャベス、ちょっと大きくなった感じですね。インサイドでチャンピオン、挑戦者のクロスが渡辺の左のストレート、ボディーブローを打ちましたチャンピオン。あ、傷が少し大きくなりました ね、 現在第9ラウンド、挑戦者がその傷を見て前に出てまいりました。積極的に攻めてまいりましたこのラウンド。しかしチャンピオン今度はボディーブローです。と左のフック、果敢にあのやはり左で目を狙ってる感じがしますね。そうですね、左で狙ってますね、目をね。24歳の挑戦者、すでに、18歳の時に初婚でありますが、
24歳、昨年の12月に再婚をしておりまして、子供が3人おります。しかも大学2年生という異色の挑戦者、渡辺が攻めていきました。ロープに詰めた。体を預けて、しかしインサイドからもパンチを打ちます、挑戦者のチャベス。これが挑戦者のチャベスにとっては今まで経験している最高のラウンド、第9ラウンド。このラウンドもほとんど時間がなくなりまして、ロープに詰まっております挑戦者。渡辺勝利、またラウンドの終了間際、渡辺が攻勢に転じた。左のストレート、ガードを取られた。そうだ、効いた。これは効いた感じ。ここでゴングです。これは効きました。第9ラウンド終了間際のパンチが効きました。このラウンドはもちろん渡辺です。終盤間際、チャンピオン渡辺の攻勢です。強烈なパンチを放ちました。そして挑戦者がダウン寸前に追い込まれたシーンであります。試合はいよいよこれから第10ラウンド、大阪城ホールから実況生中継でお送りしております今晩の WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ。場内の歓声が大きくなりました。第10ラウンド、あるいはチャンピオンがこのラウンドに勝負をかけるか。挑戦者にとりましてはこれが生まれて初めて経験をするラウンドであります。第10ラウンド、この試合に備えてとにかく足の爪が2枚剥がれるほど走り込んだという挑戦者のチャベスでありますが、果たして15回戦という長い世界タイトルマッチ、スタミナの方がどうでしょうか。今晩のウエイトが112ポンド4分の3、リミットよりも2ポンド4分の1低かった挑戦者。一方のチャンピオンはリミット115ポンド1敗でありました。放送席高尾さん、はい、チャンピオンサイドです。気になる右上の傷なんですけれども、先ほど確かに広がったそうです。しかし深さが全くないんで、心配はいらないということです。そうですか、はい、それからですね、吉井会長の指示なんですけども、右を打って右へ回れ、打って回れ、この指示が出ています。一丁田アナウンサーからのレポートがありました。おっと挑戦者、しかしそれはかわしました。インサイドから渡辺、続いてのパンチは渡辺の方がちょっと強いようです。第10ラウンド、試合は後半に持ち込みまして第10ラウンド。高尾さん、はい、青コーナーからの、ね、声援は今度は神様がついているから頑張れと、絶対勝てるぞと、こういった神頼みというような感じになってきましたね。あ、そうですか、はい。ちなみにこの挑戦者のチャベス選手が履いております紫とそして黄色のベルトラインのトランクス、これはパナマの守り神、ナザレノのキリスト、このキリストが着ている衣装の色だそうでありまして、まさに神頼みといいますかね。なるほどね、胸にもそのキリストを彫り込んでありますこの挑戦者のチャベス。第10ラウンド、渡辺の動きはいいようです。挑戦者のチャベス、渡辺の距離に入りました。渡辺の距離に入った。左右のパンチ、左右引く、顎を捉えた。チャンピオンの挑戦者のパンチに少し力がなくなってきた感じがあります。第10ラウンド、余すところあと20秒。渡辺がここをどういう風に攻めますか。左のストレート、歴戦のキャリアがあります。世界タイトルマッチのキャリア、チャンピオンの渡辺、右のフック。挑戦者のスピードはやや落ちたような感じがいたします。ここで第10ラウンド終わりました。このラウンド1対9、渡辺がわずかにポイントを取りました。攻撃をご覧いただきます。左のストレート、その後のこの副攻撃がなかなか効果的でありました。綺麗に顎を捉えました。試合はこれから第11ラウンドに入ります。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャンピオン渡辺の6度目の防衛戦。まあ、原田さん、はい、この放送席の採点も原田さんと小林さん、だいぶやはりあの10対9というラウンドが多くなっておりますよね。やはりあの今日のレフリージャッジもアメリカですから、かなりはっきりと10対9をつけてるんじゃないでしょうかね。そう思いますね。これからこういう調子でいきますとね、はい、やはり渡辺君のですね、独占状になりますよ。問題は
渡辺の右の目がだいぶ腫れてきたところであります。それが心配。高尾さん、はい、今記者席の、ね、回転をざっとこう見せてもらったんですがね、若干の差はあるんですけども、おおむね3ポイントから4ポイントチャンピオンリードとつけています。なるほど。ただですね、パナマのラジオ席に聞いてみたんですがね、これはイーブンというふうにつけてますね。あ、そうですか。ここまでイーブンね。言い方が様々ですね。さあ、チャベスが攻撃に出ましたが、渡辺がうまく回り込んで、これはクリーンヒットしておりません。でもしかしよく手を出しますね。相手を狙っている感じですね、チャンピオンが。あの手をですね、出さないとなかなか出てこないですね、チャンピオンもね。このラウンドは挑戦者が出てきましたね。このラウンドは挑戦者が攻勢に転じてまいりました。打たしちゃダメですね、やっぱりね。ちょっと右目が下がっちゃったです ね、チャンピオンはね。見にくいでしょうね。チャンピオンの渡辺の右の目がほぼ下がりました、このラウンドは挑戦者が積極的に攻めております、第11ラウンド、ラウンドごとに変化があります。今晩のタイトルマッチ、これ見ちゃいけないですね、チャンピオンね。ちょっと距離感が分かんないんですかね、チャンピオンはね、はい、ボディーブロー。ほとんど顔に傷もなく、そして顔の腫れも今晩ありません。挑戦者のチャベスであります。ここで攻められませんね、はい、やっぱりチャベス選手が手出してますからね、なかなか入れないんでしょうね。やはりおっと、左のショートストレート、不用意に入っていくとカウンターを送るということなんでしょうね。しかしこの辺りのラウンドが小林さん、やはり苦しいラウンドなんですよね。応援のストレート、挑戦者のチャベスが寄りかかりまして今離れました。おーっと、右のアッパーを追いました。チャンピオンの渡辺、ちょっとこれはチャベスの距離によります。そこでゴング、第11ラウンドありました。このラウンド、原田さんは10対10、小林さんは10対9と挑戦者が取っております。そして1万円、5000円、3000円、1000円と、いつものボクシングよりも、3割方安い料金で、館内のファンが、見ております。さあ、チャベスが出てきました。試合は第12ラウンド。やはりチャベスはこのラウンド勝負ですかね。出てきましたね、はいはい、12ラウンド。先ほどの足田アナウンサーのレポートでは、パナマサイドはイーブンとつけているということでありますから、やはり、イーブンではチャンピオンの防衛ということになってしまいます。なんとかこの辺りでポイントを取りたいところ。挑戦者のチャベス、渡辺のワンツー、どうですか原田さん、やはりチャンピオンの渡辺にとってはやりにくい相手ですか。やりにくいですね、来ないと思うとチャベスが入りまして、来るときはやっぱりアッパーがありますから、やっぱりですね、それと先ほど会長も言ってたようにですね、ちょっとやっぱり外へ回った方がいいですね。ちょっと中に入る感じが多いですね。止まってるからストレート食いますね。相手のやはり小林さん、正面に立っていると今のようなパンチを食うわけですね。そうですね、これね、チャベスね、右のパンチがふっと伸びてくるんですよね、だから当たらないんじゃないかなと思っていてもね、パッと食っちゃうんですよね。チャベスの顔は本当に綺麗で、傷もありませんしね、はい、やはりなかなか打たさない選手なんですかね。僕ね、やっぱり顎はですね、ちょっと高いしね、届きもするんですからね、やはり今ちょっと前にボディー行きましたね、渡辺君の。あれは当たりますからね、あれを打った方がいいんじゃないかと思いますよ、どんどん。はい、とにかく、両手が本当にうまく出てくる感じの挑戦者のチャベス。しかもリーチの長いチャベスであります。高尾さん、はい、右目なんですけども、傷の方は全く心配ない。しかしやはりその塞がっているのはかなり
見にくい状態になっていることは間違いないそうです。見にくい、はい、まだ見えていることは見えているとい、はい、しかしかなり見にくい状態であるということですね。まあ、車を運転しても分かりますが、片目ではとても運転できませんからね。距離感があれですから、距離感使いませんからね、はい、そのあたり、実際に戦っている本人のチャンピオン渡辺はどうでしょうか。またインサイド、今度はインサイドからショートアッパーという挑戦者。ここで下のするボディですね、ボディを滑ったですね、渡辺君もう少しね。12ラウンドいつもなら打ってるんですよね、合わせてるような感じがきますね、このラウンド最後を取って渡辺でしょうかね。ラウンドやはり終盤の攻撃をご覧いただきましょう。大きく体が吹っ飛びました挑戦者のチャベスですが、今度は真上からです。13回目、試合はいよいよ13ラウンド、残すところ3ラウンドとなりました。まあ、渡辺の方は世界タイトルマッチ8度目というキャリアがありますが、挑戦者のこのチャベス、実にスタミナもありますね。ありますね。おっと、右ストレート、なかなか有感ですよね。はい、キャリアが17戦、今晩が18戦目という挑戦者のチャベスでありますが、これまで12連続 KO 勝ち、 KO 率が 88%、 連打でやはり倒すタイプのボクサーのように思います、この挑戦者のチャベス。このチャベスが攻勢に転じてきました。渡辺が体を振って今度は足を使います。チャベス選手は大きな背中、体からですね、はい、やはりボディに打ったりですね、顎に打ったりね、嫌な選手ですね。おっと、渡辺の体は伸びきった。おっと、打たれました、右のストレート。チャベスの強打が当たりました。ほとんど右目が下がった感じのチャンピオン渡辺二郎。しかしこれだけ腫れておりますと、何度も申し上げておりますが、ちょっと距離感が悪くなりそうです。ワンツーを打たれました。今度は渡辺の右フック、逆にボディを返しました挑戦者。非常に多彩なパンチを繰り出しております。やはりチャンピオンに比べるとパンチの多彩さでは挑戦者の方が、上ですか。そうですね、上下の攻撃は、ね、よく打ってますよ、はい、でもチャンピオン打てるんですけどね、今日なんか体に僕はさっき言っている力が入っている感じなんですよね。あ、力みすぎですかね。ですね、いつでも調子がいいとそういう感じが受けるんですよね、はい、ずる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 相手にその合わせちゃうことがありますからね、ただし今、はい、強打でまたラウンド終了間際の非常にうまいところでチャンピオンがポイントを取ってるという感じですね。そうですね、それでいつもならそれ連打するんですけどね、はい、今日はちょっと連打見ちゃいますね。余すところあと2ラウンドちょっとであります。なんとかこの辺りで思い切ったいいコンビネーションを見せてもらいたいチャンピオンの渡辺二郎。コーナーに詰めた、しかしインサイドからアッパーを狙っている挑戦者。サウスポースタイルの渡辺、オーソドックスのチャベス。チャベス の右のストレートですか、長いストレートというのは見えにくいですかね。やっぱり見にくいんじゃないですか、はい、渡辺のパンチ、右の服当たった、右の服、また右の服、インサイドからアッパーをしますが、しかしチャンピオンの渡辺の右服当たっております。今度は左のストレート、これは空振り。おっと、ボディが実際したのかな、チャンピオン。このラウンドもほとんど時間がなくなっております。このラウンドは原田さんの採点は10対10、小林さんも10対10のイーブンです。14ラウンドのゴングが鳴ります。真夏のパナマからまだ春遠い日本にやってまいりまして、日本で初めて雪を見たという挑戦者のチャベス。もしこの試合に勝って世界チャンピオンになれば、もちろん国家的な英雄でありますし、また毎月300ドルという国からの年金もつくボクサーになります。なんとしてもタイトルを取って、ペドロサが失ったタイトルを母国に持って帰りたいというチャベスでありますが、チャンピオンの渡辺、早いパンチ、右の左ストレート、相手パンチが打てるんですか渡辺君ね。下がらないでポッと入る左のストレートを打ちたいですね。早いワンツーですね。
高尾さん、はい、青コーナーはねボディから狙ってこのラウンドナックアウトを狙っていけという指示が出てますね。併用狙いですか、はい、やはりこのラウンドチャベス側としては勝負をかけて、大きくポイントをリードしないと勝てないという意識があるでしょうね。もうそうでしょうね。もう14回ですからね、やはりやっぱりセコンドなりも分かってますから、もう一か八かでいけっていいんじゃないですか。この回はリーチのある非常に背の高い嫌な挑戦者ですが、渡辺のパンチまたヒットしました。渡辺のパンチがまたヒットしました。14ラウンド、しかし挑戦者がじわじわと前に出てきます。しかし挑戦者が出てくる方が小林さん、はい、渡辺にはチャンスですね。そうですね、チャンピオンとしてはね、そういうのがチャンスなんですけどもね、やっぱり自分が下がっちゃいけないですね、はい、やっぱりチャンピオンが出てくると自分もインサイドに入っていかないといけないですよね。渡辺には得意の左のショートストレート、そして右のショートフックがあります。このラウンドもヒットしておりますが、さあチャベスが出てきた。なんとか渡辺を追い込みたいという挑戦者のチャベス、コーナーに詰まりました。あっと頭をぶつけました。挑戦者のチャベスが頭をぶつけて今度は左の目を切りましたね。切りましたね。左右両面になりました。チャンピオンの渡辺、苦しい防衛戦になりました。これは14ラウンド、あと余すところ45秒であります。なんとかこれ以上傷が大きくならないように願いたいところであります。渡辺の右のフック、相打ち。さあ渡辺の連打、顔を捉えた。渡辺の連打、左のストレート、渡辺の左空振り、惜しい空振り。挑戦者のチャベス、さあ最終回、ファンとしては何としてもチャンピオン渡辺の KO 勝ちを願いたいところ。しかしアッパー左フック返します。挑戦者のチャベス、このダウンはしかし決定的ですね。この試合ではもう本当にですね、あれはもうゴム吸われたみたいな感じですよね、はい、鮮やかな TKO を飾りました。大阪市において
リング上では認定賞の授与が行われております。バンタム級タイトルマッチ15回戦を行い、勝利を得たのでこれでチャンピオンタイトルを決定します。1984年3月10月ライダーホールで日本国のコミッション選手の方が非常に鉢巻きを巻いて痛々しいチャンピオンではあります。しかし今チャンピオンベルトが巻かれまして、そして認定賞が小坂誠コミッショナーから授与されました。それではリング上もし準備ができましたらチャンピオンの渡辺二郎選手に防衛の喜びを聞いてもらうことになります。それでは渡辺二郎選手にインタビューいたします。どうも6度目の防衛おめでとうございます。ありがとうございました。どうも。傷だらけの防衛戦になりましたね。勝ててよかったです、はい、苦しかったですか。そうですね、やはり一戦一戦苦しいです。頑張ります。何がやはりこれだけ苦しくなった原因でしょう。やはり懐が深いですからね。入っても届けへんし、なかなか連打打ってもまっすぐですね。なかなかやはりやりにくい相手ですね、はい、それにしましても14ラウンドの右服すごかったですね。はい、よかったです。ラッキーですね。これからも防衛記録続けてください。はい、頑張ります。ありがとうございました。どうも。チャンピオン渡辺二郎選手の喜びの声でした。14ラウンドの、ね、原田さん、右のスクをラッキーだったというふうに渡辺選手言いましたけども、あれはラッキーでしょう。いや、ラッキーじゃないですよね。やっぱり練習の賜物ですよ。出るところで出たって感じですね。やはり勝ったでもやっぱりなんか不満に落ちますね。自分で、ね、不満が残りますって感じですね。でも僕はもっとね、右服がですね、早い回に出たら面白いと思うんですよね。なるほどね。リング上では勝ちました渡辺二郎選手にサントリー大塚製薬、オートバックス、トヨタ自動車、全日空、キャノン、ミズノスポーツ、片岡物産、日清食品の各スポンサー、勝利者賞トロフィーが株式会社オートバックスの木下守さんから贈られました。続いて、挑戦者のチャベス選手にも敢闘賞のトロフィーが贈られました。また勝ちました渡辺二郎選手には主催者賞が読売テレビ放送取締役の島田博史事業局長から贈られております。さて、まず渡辺二郎選手の強烈なパンチをご覧いただきましょう。これが KO 直前の渡辺の猛攻であります。原田さん、はい、ここで今ね、レフリーが止めましたが、これは妥当な処置でしょうか。はい、これはもうセコンダー文句言ってましたけどね、これはもうレフリーの判断ですから、これは僕は適切だと思います、はい。正式タイムは15ラウンド最終回の1分10秒、渡辺二郎選手が TKO で6度目の防衛を果たしたわけでございます。小林さん、はい、今日の渡辺選手のボクシングを見てですね、はい、どんな印象でしょうね。ちょっとね、思ったよりですね、チャベスが非常に前進しました、はい、というのはやはり1位だけのね、実力のある選手だと思うんですよ。まあ、こういった選手をね、破って初めてチャンピオン渡辺君がね、はい、この次に7回、8回というね、その防衛をするね、期待というのはですね、非常にあるわけですよ。まあ、1分の2分も多くですね、防衛するうちですね、もうこのチャベス選手というのはね、最強な選手だったんですよ、はい、はい、そういった意味ではもう伸びる可能性まだありますね、渡辺チャンピオンですね、はい、防衛記録ですね。この強烈な右のフックですね、本当に膝から落ちまして、もうこれでダメかと思いましたが、ゴングに救われました。チャンピオンの渡辺二郎選手、まあ、TKO を、まあ、生み出した強烈な右の電撃的なフックだったということですね。原田さん、僕はあの右をですね、先ほど早く言ってるんですけどね、伸ばしてもっと早く出なかったのかなっていう感じを受けるんですよね、だからね、あれがやっぱり出ればもう少し早い回にもね、チャンスがあったと思いますよ。どうなんでしょうね。しかし小林さん、はい、あれだけ、早い動きの、はい、しかも、いつどんなパンチが飛んでくるかわからない選手で、はいはい、今原田さんはもっと早い回に出た方がいいというふうにおっしゃいましたけれども、いや、これね、チャンスが、ね、出てきたからね、当たったんだと思うんですよね、うん、まあ、もちろん渡辺が出てたんですけどね、そのもう13、14回あたりからね、出てきましたからね、はい、そういった意味でやはり渡辺君自身がですね、出てくる選手に対しての右のフックの仕掛けですか、
そういうところ非常にうまいんですけどもね。ということはあの14回にですね、はい、セコンドが、勝負だと、はい、KO をするつもりで前に出ろと、はい、こういうふうに言いましたね、はい、で、それが逆に渡辺選手のあの右のカウンター気味の右だと、こういうことですか。そうですね、それまではね非常にその動きが早いんですよね、チャベスのね、そういった意味であの出るべきパンチも出なかったんじゃないかなと思うんですよね。その右フックが出なかったっていうのはですね、僕はあのそのもっと早い回にですね、その右アッパー右フックが渡辺君出なかったっていう、相手が出てくるんじゃなくてその右フックをもう少し早くね、はい、あの使ってればもっと早い回に、ね、チャンスがあったと思うんですよ。敗れました。15ラウンド1分10秒にレフリーストップで敗れました挑戦者世界一パナマのセルソチャベス、今場内に一礼いたしましてリングを去るところであります。高尾さん、よく検討しました。はい、このチャベスがですね、TKO が宣せられた直後はもう目もうつろだったんですけども、やはり今ようやく回復したようですね。そうですか。で聞いてみたんですがね、とにかく